最後に母ちゃんと話をしたのは、木枯らし吹き荒れる2月半ばの寒い夜、小さな母ちゃんは日々割れたくね、背中丸め寒い中、俺に酒こうてきてくれた、そんな優しい母ちゃんの風邪をひくなと寝る前に会う顔暮らしてます。